最近、コンビニでガム買ったんだけど、昔のガムってもっとワクワクしてた気がするわ。ああ、確かに、いろんな種類があったし、おまけとかも楽しかったんだよな。そうそう。シールとかおもちゃが入ってるやつとか。今日は、懐かしい昭和のガムについて振り返ってみようぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一つ目は、グリーンガムだ。グリーンガムね。なんか聞いたことがあるわ。そうだぜ。1957年にロッテから発売された、昭和を代表するロングセラーガムなんだ。そんなに昔からあるんだ。どんな味だったの？ミント味だな。当時6枚入りで、20円という価格だったんだよ。20円。今じゃ信じられないわね。パッケージも、発売当初から、何度も変わってきたんだぜ。初期のパッケージは、シンプルなデザインだったけど、時代とともにモダンなデザインに進化したんだ。そのパッケージ変遷を見るのも楽しそうね。どんな思い出があるの？当時の子供たちが、風船を膨らませたり、ちょっと背伸びして購入したりしていたんだ。風船ガム、よく作ってたわ。懐かしいわね。二つ目は、ジューシーフレッシュだ。1959年に発売されたガムだぜ。名前からして美味しそうね。その通りだぜ。フルーツの香りと、アクセントにシナモンの香りが加わっていたんだ。シナモンの香りって、なんだかおしゃれね。どんな感じだったの？シナモンの強い香りが独特で、癖になる味だったらしく、多くの人にとって、忘れられない味になってるんだ。癖になる味か。確かに、それで多くの人が思い出深いのね。三つ目は、クールミントだ。1960年に発売されて、話題になったガムだぜ。クールミント。なんか辛そうな名前ね。その通りだぜ。強烈な辛口ペパーミントガムだったんだ。デザインも、南極の風景やペンギンや、クジラが描かれていて、冷涼な雰囲気を感じさせるんだ。そんなパッケージだと、本当に南極みたいに冷たそう。当時の子供たちは無理して食べて、その強烈な辛さに驚いたというエピソードが多いんだ。みんなで挑戦。っていう感じだったのね。四つ目は、コーヒーガムだ。1962年に発売されたガムだぜ。コーヒー味が特徴で、多くの人々にとって特別な存在だったんだ。コーヒー味のガムって、なんだか大人っぽいわね。そうなんだ。1970年代に入るとパッケージデザインも変更されて、統一感のある、洗練されたデザインになったんだ。味だけじゃなくて、デザインも大人っぽいのね。どんな思い出があるの？ちょっとカッコつけたい時に買ったり、コーヒーを飲んだことのない子供たちが、その味を知りたくて、ガムを買ったりしていたんだ。まさに、大人の味を知るためのガムだったのね。そうだな。ロッテのこれらのガムは、それぞれが、当時の文化や、時代の雰囲気を象徴しているんだ。懐かしさも含めて、楽しめるものだぜ。五つ目は、マーブルガムだ。ああ、マーブルガムね。今でも売ってるわよね。これは、1959年に丸川製菓から発売されて、今でもロングセラーのガムなんだぜ。最初はオレンジ味で、その後にイチゴ味やグレープ味が追加されたんだ。オレンジ味か。懐かしいわね。駄菓子屋で必ず目にしたわよね。その通りだぜ。駄菓子屋に行くと、必ずと言っていいほどこのガムが並んでいたんだ。遠足や、遊びに行く時なんかには、持ってきた人も多かったんだぜ。私も、友達と一緒に買って、よく楽しんだわね。カラフルなパッケージも、魅力の一つだったもの。そのカラフルなパッケージが、昭和の子供たちの心を掴んだんだ。シンプルな味わいとともにね。それにしても、マーブルガムは、駄菓子屋文化の一部を担ってるって感じがするよな。そうね、駄菓子屋で買って、友達と分け合って食べるのも、楽しかったわ。あと、いくつかまとめ買いしても、お小遣いに優しい価格だったのも嬉しかったわ。六つ目は、フィリックスガムだ。1962年に発売されたガムだぜ。知ってるわ。パッケージの、猫のキャラクターが印象的だったのよ。そうそう、フィリックスザキャットが有名なパッケージだな。最初は、アメリカのキャラクターを無許可で使っていて、注意を受けた、というエピソードもあるんだ。でもその後、正式にライセンスを取得して、正規のキャラクターを使ったパッケージが登場したんだぜ。そういう大人の事情もあったのね。うん、子供たちにはあまり関係なかったけど、パッケージも含めて、駄菓子屋で人気だったんだ。昭和の子供たちにとっては、このガムも思い出の一つなんだぜ。確かに、友達と一緒に、駄菓子屋でフィリックスガムを買って食べてたわ。ガムそのものもだけど、パッケージがまた楽しいって感じだったのよね。駄菓子屋の思い出って、ただのお菓子だけじゃなくて、その場の雰囲気や、友達とのやりとりも込みで、楽しいものだったんだよな。七つ目は、チューイングボンだ。チューイングボンって初めて聞いたわ。どんなガムかしら。1969年に、ハリスから発売されたガムなんだ。
見た目は四角いキャンディーで、舐めていると中からガムが出てくる仕組みだった。キャンディーの中からガムが出てくるなんて、子供が大好きそうね。ああ、当時めちゃくちゃ人気があったんだぜ。後にリニューアルされて、ガムの中心にソフトキャンディーを追加して、三重構造になったんだ。それって、さらに豪華になってるわね。その通りだ。それにパッケージには、イラストが加えられて、さらに魅力的になったんだぜ。八つ目はスポロガムだ。1967年に、江崎グリコから発売されたガムなんだ。スポロガム。どんなガムなの？スポロガムは小さな箱が2つ連結していて、片方にはガム、もう片方にはおもちゃが入っていたんだ。ガムとおもちゃのセットって、子供にはたまらない組み合わせね。まさに、その点が人気の理由だぜ。スポロという名前は、乳酸菌の一種スポロンから取られていて、グリコのビスコと同じ成分なんだ。つまり、健康にも気を配ったガムなのね。そうだな。でも、子供たちは、ガムよりもおもちゃ目当てで買うことが多かったらしいぜ。あはは、それはありそうね。9個目は、イブだ。1972年に、ロッテから発売されたガムだ。イブって、エレガントな名前ね。その通りだ。このガムはエレガントで、女性向けにデザインされていたからな。パッケージも上品で、香りが特徴的だったんだ。見た目も香りも女性向けなんて、細かいところにこだわっているわね。さらに、ガムの包み紙には花言葉が書かれていて、女性を意識した工夫がたくさんされていたんだ。ロマンチックだわ。しかも、姉妹品としてローズミントというピンクのパッケージの商品もあったんだ。これは、さらに可愛らしいデザインで、女子力が非常に高かった。それは、間違いなく女子の心をつかむわね。10個目は、発泡入りガムだ。1973年にカネボウから発売されたガムで、口の中でシュワシュワと泡立つ、独特の食感が特徴だ。それって、新しい感覚ね。食べてみたいわ。当時は、これを食べた人々にとって、衝撃的な体験だったんだ。まさに、昭和らしい斬新な商品だったんだぜ。確かに、時代を感じるわね。11個目は、リカちゃんガムだ。1977年に、ロッテから発売されたこのガムは、人気キャラクターのリカちゃんをフィーチャーした商品だった。リカちゃんって、あの人形のリカちゃんよね。そうだ。白地にリカちゃんの絵柄がプリントされた可愛らしい見た目で、特に女の子たちに大人気だったんだよ。それは、絶対持っていたいと思うわね。家族に姉や妹がいる場合、これを買ってガムだけをもらう、なんてエピソードもあるんだぜ。ああ、なんだか懐かしい思い出が蘇るわ。これらのガムは、昭和のガム文化を象徴する商品として、当時の子供たちや女性に、強い影響を与えたんだ。商品の特徴を振り返ると、時代ごとに様々な工夫が加えられていたんだな。12個目は、トライデントだ。1962年に、アメリカで発売されたガムだぜ。トライデントね。名前は聞いたことあるけど、どんなガムだったのかしら。トライデントは、世界初のシュガーレスガムとして登場したんだ。それまでのガムには、砂糖が含まれていたが、トライデントは、砂糖を使わずに甘みを実現したんだぜ。今でもシュガーレスガムは当たり前だけど、でも、どうやって実現したのかしら。人工甘味料を使って、甘みを出していたんだ。そのため、健康志向の人々をターゲットに、トライデントで歯を大切にしましょうというキャッチフレーズでアピールしたんだ。CM でそのフレーズを聞いたことがあるわ。でも、実際には歯にどんな効果があったのかしら。シュガーレスガムだから、虫歯のリスクを低減するってメッセージだ。当時は、新しい時代のガムとして革新的だったのね。13個目は、クイッククエンチガムだ。1978年に発売された。これも、強烈な印象を持つガムだったな。クイッククエンチガム。名前からして強そうだけど、どんな特徴があるの？酸っぱさが強いガムなんだ。食べた瞬間に、口の中が酸っぱくなる感じが、当時の子供たちに、衝撃を与えたんだぜ。酸っぱさが特徴のガムって珍しいわね。そうなんだ。ガムだけにとどまらず、ジュースやアイスクリームなどもクイッククエンチの名前で発売されたんだ。これにより、シリーズとして14年間も続いて、大成功を収めたんだぜ。すごい。ロングセラー商品だったのね。14個目は、ビッグワンガムだ。1978年に登場したぜ。これは、組み立て式のプラモデル付きという斬新なアイデアが特徴だ。ガムとプラモデルがセットって、子供たちにとって夢みたいな商品じゃない。そうなんだ。パッケージには小さな穴が開いていて、その穴から、中に入っているプラモデルの種類を確認できる仕組みがあったんだぜ。すごい良心的ね。今はそんな商品ないわよね。ああ、そうだな。さらにデラックスビッグワンガムとして、より高品質なプラモデルも登場した。そして、
1980年代のガンプラブームでは大量の騎馬ダグラムや装甲騎兵ボトムズなど、アニメに関連するプラモデルも販売されたんだ。ビッグワンガムのおかげで、初めてプラモデルを手に入れたって子供も多かったでしょうね。15個目は、プレイガムだ。1978年にカネボウから発売された、メジャーリーグのチームマークが入ったデザインが特徴だったんだぜ。メジャーリーグのロゴが入ってるガム。なんだか、アメリカの影響を感じさせる商品ね。そうだな。コーラ味やブラックフレーバーもあって、フレーバーのバリエーションが豊富だった。さらに、ビートルズっぽい CM が話題になったぜ。そのビートルズっぽい CM って、どんな感じだったの？映像や音楽が、ビートルズに似ていて、見る人に強い印象を与えた CM だったんだ。きっとビートルズに憧れてガムを買う人も多かったのね。さて、今回は昭和の懐かしのガムを紹介したぜ。昭和のガムって、本当にいろんな思い出が詰まってるのね。おまけも楽しかったし、味も独特だったわ。そうだな、シンプルだけど、どこか特別な味がしたよな。今でも、あの頃のガムを懐かしく思い出す人は多いだろうな。視聴者の皆さんの、思い出に残るガムはありましたか？コメント欄で、皆さんの意見も聞かせてほしいぜ。このチャンネルでは、いろんな話を扱っているから別の動画もぜひ見ていってね。チャンネル登録、いいねもお願いします。ご視聴ありがとうございました。